今ザトライナーは、2019年4月1日に、開業した大阪市高速電気軌道のバス路線である。大阪府大阪市東成区内、今里の今里駅から熊田、湯里6丁目を経て、長井に至る、長井ルートと、今里駅から、熊田を経て安倍野橋に至る、安倍の橋ルートの2系統での運行である。今里筋線は、今里駅から湯里六丁目までの延伸計画が、 あるが、2014年8月の大阪市の審議会が、再産制はなく、事業化は、厳しいと答申、計画は凍結されていた。延伸を望む自民党大阪市議団は、大阪市営地下鉄の民営化の議案に賛成する、条件として、バスラピットトランジットの社会実験を求め、市が承諾。2019年4月から5年程度運行を行い、市民の需要を調査し、 延伸や BRT 継続の是非について検討することとなった。BRT の愛称は大阪メトロの社員が考案した4案から2018年6月1日から14日までに実施された市民投票により今ザトライナーに決定。車両デザインも4案からの投票によってオレンジ色をベースに矢印のマークをあしらったものに決められた。 今里筋線延伸部における需要の換気、喪失及び鉄道代替の可能性の検証のための社会実験として営業するバスラピットトランジットである。ただし BRT の特徴であるバス専用車線やバス、車両優先システムは導入されていない。試験期間は5年間の予定。通常のバスは約400メートル間隔でバス停を置いているが、 地下鉄のスピードを意識して約 1km 間隔にバス停を設置している。また、ユザと六丁目から長いの間にバス停はなくノンストップ運行となる。同じく熊田から阿部の橋にバス停はなくノンストップ運行となる。利用状況を詳細に確認するため IC カード利用は乗車時にもタッチをする。運行は大阪シティバスに委託され、 森口営業所が運行を担当。路線図を表示する。LCD モニター運行時間帯は6から23時台で、安倍の橋ルート、長いルートそれぞれにおいて、平日は20分間隔、土休日は30分間隔。両ルートの共通区間である今里、熊玉は平日は10分間隔、土休日は15分間隔。所要時間は、地下鉄今里安倍の橋が25分。 地下鉄今里地下鉄長井間が約37分。主要停留所のみ記載。全停留所大阪府大阪市に所在。BRT1BRT2 全区間均一で大人210円、小210円。ピタパーイコカなどの IC カードで乗り継ぐと、地下鉄が大人160円、小280円割引大阪シティバスが大人210円、小210円割引となる。 回数カードで乗り継ぐと、地下鉄が大人100円、小に50円割引、大阪シティバスが大人210円、小に110円割引となる。経路優待乗車証の場合は、蒸気条件を満たせば、すべて50円のみになる。大阪市福祉乗車証の場合は、IC カードが利用できないため回数カードのみが、該当になり、その半額が適用される。なお、大阪メトロが、 相互乗り入れをしている阪急、近鉄、北大阪急行線内は IC カードの乗り継ぎ割引機が適用されず、自動改札機も対応していないため出場時は、改札係員に申し出る必要がある。以下の乗車券類が、使用可能今ザトライナーの車両 BRT1、BRT2 を大阪市高速電気軌道が大阪市ティバスに委託し、同社の森口営業所が受託して運行。 外装はキーカラーである濃いオレンジをベースにキーデザインの矢印を側面とガラス面に大きく配置したデザインとしており内装は車両14台をそれぞれ異なるテーマ性を持つ車内デザインとしている。ありがとうございます。